ということで、まあ、自分は90年代の中頃からまあヒップホップ音楽というものに目覚めて、まあ、MC ですね、ラップをする役割と、まあ、DJ と一緒に曲作って録音してっていうことをメインにやってます。昔からやっぱ絵を描くのが好きだったので、ヒップホップカルチャーに目覚めた時も初めはやっぱグラフィティにすごい興味を持って、まあ、それと同時にやっぱグラフィックデザインというか、ちょうど僕らの時代が本当フォトショップが出始めた頃で、自分の撮った写真加工したりってことが当時はもう革命的だったんですよね。でもそうやってやっぱ自分の好きなように、まあ、パロディ作ったりカスタマイズしたり、また自分のロゴを作ったりっていうのがもう好きで好きでしょうがなくて、それでまあしばらく T シャツブランドやったり、まあ、いろんなことをして、まあ、デザイン自分のジャケットを作ったり、そういうことをずっと音楽と並行してやってきました。今回の、まあ、セブンというアイデアは、着物の形をしたクローバーを案として、まあ、ドローイングとしてあったんですよ。いつ作ったのかな、まあ、5、6年前ですね、もあって、当時これを考えた時も検索してみたら、やっぱその着物スタイルの羽織を作ってる人はヨーロッパには日本にもやっぱりいっぱいいて、でもあえてこのスウェット生地でスウェットリブを使ってって、もうもちろん縫い込んであってっていうのはなかったので、まあいけるんじゃないかなっていうとこがあったんですよね。やっぱそういったところがやっぱスタート地点になって、なんかわざわざ変なことやろうっていうつもりはないんですけど、やっぱちょっと変わったことしたいっていうのはやっぱ根底にあって、それでやっぱ今回あのアンティカさんと話をした時も、彼らも十分変わったこといっぱいやってて、まあ、自由にやってる部分がすごい印象的だったんですよ。と同時にその着心地とか、まあ、風合いっていう言葉が結構よく出てて、僕は初めはその言葉も全然知らなかったんですけど、そういうこだわりの部分が、まあ、すごい信用できたというか、そのカジュアルかつストリートかつ面白いことっていうことを目指して、そのアイデアがもう芋づる式にどん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 出てきた感じですね。そうですね、まあファッションは、まあ音楽に関してもそうだと思うんですけど、やっぱ一言で言うと個性、それは感情であったり、自分の中でこれが熱いと流行ってるっていうのをアピールするためのことの表現だと思うんですよね。まあ自由に遊べる道具ですよね、服っていうのは。だからそういった中で、まあ、いろんな感じあるじゃないですか、ブランドだったり、トリファッションだったり、スニーカーだったり、その中での自分の組み合わせだと思うんですよ。だからなんか自分の中ではやっぱりもちろん定番とかあるんですけど、やっぱりなんかあんまり群れたらつまんないなっていうのがファッションで、やっぱ普通に街歩いてたらキッズファッションとか、やっぱ老人が何着てるのか、そういう方に目が行くんですよ。そういった中で結構光るものを持ってる人って絶対にいるんですよ。そういうの結構参考にしてたり。そうですね、だから今回はセブンっていうのが、まあ、本当にワンアイテムから始まって結構な数になってきたし、つなげていきたいなっていう、欲求があって、まあ、一つ定番の形を出して、それが定着したら色を変えていくとか、ちょっとずつバージョンアップしていくみたいな、いわゆるスニーカーを出してるような感じでやっていきたいんですよ。特定のこういう人たちに来てほしいっていうのは本当になくて、自由に合わせたり実験してほしいなっていうのがすごいあります。セブンティーラインは、まあ、自分の中でも遊びの要素がすごく強くて、せっかくだから人がやってないことをやりたいっていうのがすごいあるんですよ。それで本当に自分が描いた絵とか、まあ、ラップで作ったものを元にもうサンプルが上がってきて、そこでまたアイディア出して磨いてきてっていう過程が本当にもう音楽とすごい似てるなっていうのがあって、本当にコラボレーションなんですよね。いろんな人との共同作業が本当に自分にとっては刺激的で、メンズだけじゃなくて本当にユニセックスな感じで展開していきたいなっていうのがすごいあるので、自分としても今後はすごい楽しみなプランです。